こんばんは。あ、ごめん、寝てた。本当に来るんすね。そりゃ来るだろ、こんな荷物運び入れているのに。あ、うん、なんかごめんね。じゃんけんで勝って一人部屋ゲットしたんだって。それなのに僕が来ちゃって、迷惑だよね。そうっすね。先輩と同室とか貧乏くじだよね。あ、でもほら、僕って留年して今学年は一緒だし、敬語とかやめて寮ではなんか気軽な感じで。あ、じゃあそうさせてもらうわ。脅威の適応能力。邪魔。え？出たいんだけど。ああ、すみません。どうぞどうぞ。おすすめのプロテインを言っただけですよ。うん。そしたらなんて言ったと思います？俺の体作りが甘いってことですか。ですって。もう一回言いますけど、おすすめのプロテイン言っただけですよ。それだけで自分の体のことけなされているとか普通思います？思わない。ですよね。仲良くなりたかっただけなのに。今寮の部屋で無言ですよ。会話なし、耐えられないですよ。大変だね。高校の時はここまで嫌われてなかったのに。いや待てよ、僕が気づいてなかっただけ。もしかしてずっと嫌われてたの僕。どうだろうね。てか伊吹先輩、反応薄くないですか？僕の話ちゃんと聞いてます？あのね、夏田くん、ご覧いただいて分かる通り、俺こういう状況だから、後でも大丈夫かな。ちょっ、だいたい先輩はいつになったらスタメンに返り咲くんですか？もう3週間も B チームなんですけど。夏さ、この奴あたりマジで危ないから。聖一郎、お前もぼーっとしてないでフォローしろ。夏、うわ、伊吹さんがいなくても勝ててるから、別にいなくても大丈夫だ。心配するな。いや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 、フォローの方向性が違う。バンドだったら解散してるくらい違う。そしてもう再結成しないくらい違う。で、いや褒めてよ、メンバーに入ったよ。先輩は10番のスタンドオフが天職でしょ。20番で自分の力が最大限発揮できると思ってるんですか？番号もらってはしゃいでんじゃねえぞ。こらあかんわ、いくらなんでもかわいそうやわ。今のは夏さが悪いね。先輩元気出してください。
ソウスケ、マウスピース馴染んだか？いや、まだです。大丈夫ね。今日はそんな当たらないよ。かなりの点差で勝つはずね。まあな、やけど調子でよ。昨日も夜遅かったし。お前試合前に何しとんねん。ちょっと寝かしてもらいますわ。夏さ、着いたら起こして。ここです。お？電車には一人分のスペースの目安があるのはご存知ですよね。その境界線がここです。ご覧いただければわかりますが、皆さんは今お一人で約 1.5 人分のスペースを占領しています。ご自身が人より大きいのを自覚していますよね。それなのにそんな普通に座るんですか？せめて一人分のスペースに収まる努力をする姿勢が必要なんじゃないですか？結果無理でもその姿勢だけでこっちの気持ちも随分違います。今先輩たちがしているのは姿勢悪く座り、隣に寄りかかったり、異常に足を広げて座っている無神経なおじさんたちと一緒ですよ。てかあれ何なんですかね、座ったら自動的に足が開く仕組みなんですかね。化粧がどうこう言う前に他人のスペースを占領していることの方が迷惑だということに気づけよって感じですよね。ちょっと聖一郎、夏さ、なんで機嫌悪いの？え、悪いですか？だからお前は夏さとずっと一緒にいれるんだよな。夏先輩って優しい先輩って感じだけど、ユウは怒られたりする？僕は怒られたことありません。でも伊吹さんにはいつもプリプリしてます。他の先輩にも。夏先輩は高校の時から後輩には怒らないんだよ。なあ安成。安成ってば。何すんだ。ごめん。なんだよその態度。かっこいいとでも思ってんのか。ああ。ちょっと小鳥、やめてください。やめろ。ほら小鳥。大勢たちの代になったら大勢がキャプテンで決まりだね。僕たちの高校から同志社のキャプテンが出るのは初だね。気が早いですよ真子さん。高校で大勢がキャプテンになった代は特に強くなったよね。僕は大勢がキャプテンの代より真子さんがキャプテンの代の方が良かったです。大勢がやると暑苦しくなるんですもん。おい。ああ、僕がなったのは単なる消去法だから。ゆずき夏さ！あ、本物だ！あ？はじめまして。俺、日吉流星って言います。はじめまして。ファンです。握手してください。え？お、俺もともとダンスやってたんですけど、ゆずきさん見てかっこいいって思ってラグビー始めたんです。そうなの？はい。なんか雑誌のインタビューでゆずきさんは小さい頃からダンスやってて、ステップとかそれの影響もあるかもって言ってて、ならもしかしたら俺にもできるかもって。そうなの。まあ僕はそんなやってたっていうか、いとこがしてたのを見てたって感じなんだけど。いやマジ感動です。おい流星、何してる？あ、先輩見てください、ゆずき夏さ。分かったからやめろ。しかもお前呼び捨ては失礼だろう。あ、うっかり。なんか有名人ってあんまりさん付けしないじゃないですか。その感じですいません。そんな有名人だなんて。すみません、うちのバカが。あ、いえいえそんな。今日の試合よろしくお願いします。ほら行くぞ。お、ちょ、あ、俺色紙買ってきたんで後でサインください。いいか、今日の試合は落とす試合じゃない。格下だと思うな。監督、コーチ、選手が変わって去年とは全く別物だ。絶対にペースを乱されないように最初から慎重なプレーをしていく。いいな。はい。フォーウィー、ジョンカー。綺麗なラインだね。はい、とっても。やっぱりリザーブに入ったところで伊吹先輩の出る幕はないですね。
そういえば聖一郎さんってコンバージョンゴール外したことあるんですか？僕見たことないんですけど。いや、それがマジで外さないんだよ。それは高校2年生くらいまでは外してたけど、練習すればするほど外さなくなるんだよね。なんでかってさ、聖って緊張しないんだよ。緊張しない？そう、コンバージョンなんて技術さえあればほとんど精神力の世界じゃん。それがブレないんだから強いよね。なるほど、すごい人ですね。うん、自慢の親友。わーい、そんなところから走るのか。なこのステップ。はい、ストップ。ステップって、ああ安則動揺してるな。あ、やった。くそ。くんな。間に合え！うお！はーい！なんだ、今の。落ち着け。夏じゃない。夏さ、あれガチでお前のファンだな。ステップの踏み方から走り方まで全部僕ですね。鶴、落ち着け。お前の実力なら大丈夫だ。はい。話しかけんなよ。話しかけませんよ、そこまで KY じゃないです。ユウ、安成にアイシングしてきてあげて。はい。伊吹先輩、そろそろテーピングしましょう。夏田さん、テーピング上手いですね。人のするの結構難しいのに。高校の時からしてるんだよ。最初は生ができなかったから巻いてあげてて、そしたらズーズーしい伊吹先輩も乗ってきて。お前、1回は1位網を目標にでもしてるわけ？いいえ、甘えてるなーって話です。なんかずっと巻いてもらってたら、夏田のテーピングじゃないと調子狂うようになっちゃってね。こうやって嫌味言われながらでも巻いてもらうしかないの。でもテーピングの安定はメンタルの安定ですからね。お、名言。はい、おしまいです。よし、いい感じ。アップしてくるわ。さっきのは何ですか？なんか小さく切ったの。はあ、あれはね、おまじない。怪我せずに無事に帰ってこれるように高校からずっとしてるの。へえ。伊吹先輩、前にたまたまあそこにテーピングの切れ端がついてた時、ものすごいハイタックルされたんだけど、全然怪我しなくてね。今まで自分が大きな怪我してないのはこのおまじないのおかげだって本気で思ってる。なんか意外ですね。そう、あの人結構単純だよ。ジンクスとかルーティン系がないとメンタル弱々だよ。やばい。やったの、トライ。
同志社大学10番アウト20番イン、5番アウト19番イン、14番アウト23番イン。よろしくだ。はい。おかえり、伊吹。やっと戻ってきたね。お前相変わらずだな。パス下手だし、ステップもいまいちだし、試合も読めてないし。それは伊吹の役目だからね。早く僕をサポートして目立たせてよ。お前の性格マジでラグビーに向かないと思うんだけど。考えずに突っ走っていいよね、 My sweetheart。 お好きなように、ダーリン。夏休みの間だけ新しいメンバーが入る。上岡伊吹くんだ。普段は九州ラグビースクールに所属している。よろしくお願いします。What the hell? なんで誰もサポートについてないんだよ、役立たずが。何切れてんだよ。役立たずはお前だけど。 What? だってお前ボール持って突っ走ることしかできないじゃん。だったらなんだ、お前たち日本人ができないことをやってやってるんだろ。だな。の俺がお前をサポートしてやるよ。どういう意味だ。そういう意味だよ。お前の視野の狭さは前半で把握したし。あ、役立たずなお前を俺が役に立つようにしてやるって言ってんだよ。お、Do you trust me? くそ、またヤマト、またしか。おい、お前、僕と同じチームに入ってプレイしろ。お前みたいなヤマトなでしこを見たことない。お前ヤマトなでしこの意味わかってる？わかってるよ。男を立てる日本人のことだ。僕を一生サポートしろ。まあどうでもいいけど、俺にサポートしてほしかったらお前が俺のチームに来いよ。僕が？当たり前だろ。そもそもそのくらいの解消がないとヤマトなでしこはゲットできないんだよ、ダーリン。クソ、何いいね、伊吹。やっぱりお前がいてこそ僕は思う存分プレイできるよ。 Will you marry me? In Japanese, please. ノーマークで走れたのに、どうして上岡さんは俺に投げなかったんだ。なんとかしないと、信用を取り戻さないと。伊吹、わかってるよ、うるせえな。ダメだ、全然止まらない。くそ。よし、ラッキー。の、聖一郎、読み間違えたと思ってヒヤッとするだろ。もっと早く来いよ。早くしなくても間に合ったんで。そういう問題じゃねえよ。試合の時のテンションってもんがあるだろ。伊吹、お前のテンションはうざい。すごい、伊吹さんって本当に何でもできるんですね。なんか調子乗ってない？たまには調子乗ったっていいじゃないですか。次のコンバージョンキック入れば同点になるんですし。そうだね、ごめんね。
風強いですもんね。おかしいな、風が強くても性関係ないのに。よし、ここからだ。慎重に行くぞ。はい。くそ、くそ、くそ、なんとかしないと俺はあいつに負けたことになる。はい。ふざけんな、行かせるか。バカ。キャプテン、今のタックルは悪質なのでイエローカード。いいね。はい。スル、このタイミングで一人かけてプレーか。しかもあの14番の問い面。鶴安成だ。ネクストナンバー、タイかもしんか。よろしく。